はい。皆さん、こんにちは。招き証券のハッチこと岡本平八郎です。S&P500 の積み立ては危険というタイトルで始まりました。ハッチの米国投資クラブ2024年2月号です。毎月1回お送りしているこの番組では、私が2020年12月から始めました積み立て投資のリアルタイム実験の結果を説明すると同時に、皆さんのアメリカ株の投資に役立つお話もしています。 今回はまず今年1月から始まりました新 NISA で何に投資をしたらいいか悩んでいらっしゃる方がとても多いと思いますのでそういった今悩んでいらっしゃる皆さんのお役に立てるコンテンツをお届けしたいと思います加えて毎月おなじみのハチの成績公開そして皆様からの質問コーナー 資産形成成功の秘訣といった順番でお話をしていこうと思いますえ。今回は最後に素敵なお知らせもありますので、ぜひ最後までご覧ください。はい。今回のタイトルは S&P500 の積み立て危険ということなんですが、今、ちまでは S&P500 は割高だ。米国株強気終了。2024年はマイナス20%下落が来るぞ。新人サ危機 S&P500 暴落といった アメリカ株の投資を考えている方、また、すでに投資をされている方を不安にさせるようなタイトルの動画が多く参見されます。私はと言いますと、全くそんなことは思っていません。ニー s で初めて日本株以外、いや、日本株と比較しても、初めて投資をしようと思っている方にとって、最初の入り口として、ベストな投資はアメリカを代表する株価指数である、 S&P500 に積立て投資をされることだと考えています。おそらく私たち日本人にとって最も親しみがある企業はアメリカの会社ではないかと思います。皆さん、会社の PC を開けて最初にお世話になるのはマイクロソフトの Windows ではないでしょうか。多くの視聴者の皆さんのスマホは アップルでしょうし、皆さんが見ているこの YouTube 動画は Google、アルファベットのサービスです。国民的な日曜の夜の番組であるサザエさんのスポンサーの一つは Amazon ですし、AI やメタバースで話題になっているのはメタであることは皆さんご存知ですよね。また、生成 AI を可能にする半導体で有名になったのは NVIDIA ですし、話題になっている EB 社メーカーはテスラですね。 S&P500 とはそういった私たちにとって親しみやすい多くの企業によって構成されているんですね。もちろん、ただ名前を知っているから投資をするというだけでは投資の十分な理由ではありません。投資ですから株価が上がらなければダメなわけです。では、最初にこれまででアメリカ株っていうのは上がってきたのかどうか、その確認をしてみたいと思います。 こちらは S&P500 の1990年からこれまでのチャートです。これを見ていただきますと、長いアメリカ株の歴史ではですね、いろいろな事件を経験しているんですけども、節目節目で株価の調整があったことがわかります。例えば、世界的に大きな事件としては、1990年代末、テクノロジー銘柄が冒頭、 後で言う IT バブルが発生したのですが、その後テクノロジー銘柄が大暴落をするという事件が起きました。IT バブルの崩壊です。また2009年にはリーマンショック、またの名を世界金融危機が起きました。こちらもアメリカ発の出来事で世界的に株価が大暴落したのです。アメリカ株はこのような不幸な出来事を何度も何度も経験しながら、 S&P500 は28倍上場。今年2024年1月末に S&P500 は史上最高値を更新したんです。もちろん、これまでの S&P500 のパフォーマンスが良かったという事実も大事な情報なんですが、これから投資をする皆さんにとってもっと大切なのは、これからの S&P500 がどうなるかですよね。 私はこれからも長期にわたって S&P 学は上昇を継続するというふうに考えています。では、その理由についてお話をしたいと思います。ただ、私がこの話を真剣にやるとですね、1時間は時間かかってしまいますので、この動画では皆さんが知っておくべきポイントだけお伝えしたいと思います。なぜ S&P 学かという話をするにあたって、まずアメリカという国について簡単におさらいをしたいと思います。アメリカの人口は世界3位。 人口というのは国力の重要な要素として位置づけられています。経済の規模は世界一位。加えてアメリカは世界最大の原油生産国ですし、日本と違って食料は自給自足ができる魅力的な国です。そんなアメリカですが、今後についても長期にわたって経済的にトップクラスの国であり続けると見られています。 こちらは国連の人口予想です。これによると、1990年世界第3位の人口国であったアメリカは、2022年も第3位、それが2050年になっても変わらず第3位をキープする見通しです。アメリカは世界中の人たちが移民したい国のナンバーワンとして知られています。移民の受け入れに積極的なアメリカは、先進国の中でも珍しく これからも長期にわたって人口が増えると見られています。これはアメリカの投資銀行ゴールドマンサックスによる世界の GDP、つまり経済の規模のランキングなんですが、1980年アメリカはナンバーワンでした。2000年もナンバーワン、そして2022年もナンバーワンなんですが、長期的には中国やインドに1位の座を奪われるという見通しなんですが、 一方で2050年、2075年になってもですね、アメリカの経済の規模は世界のトップ3に居続けると予想されています。この2つのデータをまとめますと、アメリカの経済の規模は世界最大級で成長を続け、人口も増えてくる。つまり、お金を使う消費者の数も増えてくるということですから、 アメリカって世界最大の消費市場。アメリカは世界最大級の魅力的な消費市場と言っても良いでしょう。そんなアメリカを代表するグローバルな企業500銘柄で構成された株価指数が S&P500 というわけです。ではその500銘柄のうち時価総額上位10銘柄を見てみたいと思います。時価総額とはわかりやすく言うと会社の 大きさですね。こちらがその S&P500 の時価総額トップ10銘柄のリストです。上から見ていきますと、マイクロソフト、アップル、グーグル、アルファベット、そして i d i a a m アマゾン、メタプラットフォームズ、そしてウォレン・バフェットさんのバークシャー・ハードウェイ、えー、8位にブロードコムがあり、9位にあのテスラがあり、そして製薬会社のイーライ・リリーとなっています。ここに上がっている銘柄の多くは、 規模が大きいだけでなく、ブランド力があり、イノベーションもあると言われています。実際、ここに出ている企業のサービスや製品を使っている視聴者の方も多いのではないかと思います。私は、こういった企業の成長はこれからも続くというふうに考えています。理由はいろいろあるんですが、例えばなんですが、これからお見せする資料はですね、R&D、つまり、 研究開発費にどれだけお金を使ったか日米企業の比較をしてみたいと思います。研究開発費というのは企業による将来のための投資です。日本のトップ10企業の研究開発費の合計は5.4兆円なんですが、それに対してアメリカのトップ10企業の R&D の合計はなんと34兆円。 日本のトップ10企業の R&D と比べ約6.3倍もの差があるんですブランド力があってサービスや製品が世界的に使われているそんな企業が莫大な資金を使ってよりイノベーティブなサービスや商品を作っているわけですそんな彼らの成長がここで簡単に止まるとは考えにくいというふうに思っています S&P500 はこういったグローバル企業に牽引され今後も長期的に上昇を継続していくというふうに私は考えています一方世の中では最初にお話をした通り S&P500 に対しては目先ネガティブな意見も参見されます例えばアメリカ株って割高だという意見がありましたでも果たして本当にアメリカ株は割高なのでしょうか アメリカでは今年 FRB による利下げが行われると見られています。金利の低下は株式市場にとって悪い話ではありません。そしてそんな中、企業業績も伸びてくる見通しなんです。こちらは2023年から2026年までの S&P500 の EPS の前年比の予想です。2023年の EPS、一株あたりの利益は前年比で 1%, 1の現役予想なんですが、今年2024年の EPS は9%の増益。2025年になると12%の増益。そして2026年にはですね、10%の増益が予想されています。そんな環境下株式市場のバリューエーションはどうでしょうか株式市場のバリューエーションとは、株式市場が割高なのか割安なのかを 見る指標です。こちらは PER、株価収益率の推移で株式市場のバリュエーションを図るものです。1991年からこれまでの株価収益率の平均は19.5倍です。2023年の EPS を使いますと、現在の株価収益率 PER は22.1倍です。 そして今年の予想 EPS を使いますと、現在の株価収益率は20.3倍ですから、これを見ると決して割安ではありません。しかし、2025年の予想 EPS を使いますと、株価収益率は18.2倍まで下がり、2026年の予想 EPS を使いますと、株価収益率は16.5倍まで下がってくるんです。 ですから、現在の S&P500 は割安ではないものの、来年、再来年と業績が伸びてくるわけですから、時間の経過とともに、このマーケットには割安感が出てくるんです。どうでしょう皆さん、こんなデータを見て、アメリカ株は割高だと思いますかもちろん、このところのアメリカ株は急上昇していますし、一時的な調整は 今後マーケットが継続して上がってくるために必要だと考えています。しかし、そんな調整局面というのは、長期的な視点でアメリカ株投資を行おうとしている皆さんには、絶好の買い場であることを歴史も証明していますので、下げを恐れずに積み立て投資を継続する方が良いのではないかと思います。ということで、今回の結論です。S&P500 の積み立て投資は決して危険ではなく、むしろ 私たちの資産を長期的に増やす理想的な投資対象ではないかというふうに思っています。今年のアメリカは大統領選挙の年です。アメリカの選挙の年のマーケットについても少しお話をしたいと思います。アメリカの株式市場には大統領選挙の 4年サイクルっていうのがあります。これまでの長いデータを使いますと、大統領選挙は4年間で2番目に株価が上昇する年になっています。そんな選挙の年のこれまでの S&P500 のリターンは下の水色です。一方上の濃い青色は選挙の年以外の S&P500 の平均リターンです。この選挙の年の株価のリターンのパターンを見るとですね、1月から6月までは トレンドとして株価は弱含む傾向にあるんですが、その後6月から9月までは上昇に転じ、その後大統領選挙までは調整するんですけれども、選挙が終わった後再度上昇に転じ、そしてまた上昇に戻るというパターンがあるんです。この動画でお見せするのはここまでです。 これまではこのマネックスオンディマンドで毎月動画をお届けしていましたが、今月からハッチの米国積立投資クラブは新チャンネルへ移行します。続きを楽しみにしている方もいらっしゃるかと思いますが、続きは概要欄の URL よりご覧いただければと思います。今回については後半を最後まで見ていただいた方には、 いいことがあるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。えそれでは後半でお会いしましょう。ではまた